S2011 とは、アテン群に属する地球近傍小惑星1998-01を公転する衛星である。質量が異なる2つの天体が、円軌道で十字で示された共通重心を運動するアニメーション。1998-01と S2011 はこのアニメーションに近い関係を持つと推定されている。S2011 は、 直径が約400メートルの天体であり、1998ロー1からわずか約800メートルしか離れていない位置を14時間32分で公転している。この公転半径は直径約800メートルの天体である1998ロー1の半径の約2倍、s 2 0 1 1の半径の約4倍しかない。また、離心率は0から0.10と、 あまり歪みのない円軌道である。このことから1 9 9 8イ1と S-20011 は主星と衛星の関係というよりは共通重心を中心に交点する二重小惑星の関係と言える。距離が近いのであるいは接触二重小惑星をたまたま二つの天体として見ているだけかもしれない。九十八ロイ1は地球の純衛星であるので s 2 0 1一も純衛星であると言える。衛星を持つ純衛星は他の天体も含め千九百九十八ロイ1が唯一である。s 2 0 1一の後天周期から千九百九十八ロイ1と s 2 0 1一の合計の質量は約一億一千万トンであることがわかる。s 2 0 1一は千九百九十八ロイ1の零点五倍の大きさなので、 仮に形が相似であると仮定した S2011 の質量は約1400万トンである。球体と仮定した場合 S2011 の平均密度は約0 2 4 1 g トルとかなり小さな値を示す。1998-01の平均密度の推定値にも1.5プラス 1, 1. 7 0 6 g トルという 低いや値がある。これから二つの天体がダブルパイル天体、もしくは少なくとも片方がヨープ効果によって生成された天体であることが推測できる。s 2 0 1 1は1998-01から離れていない天体なので、天体に対する衝突リスクは1998-01と同等に語ることができる。 abcdefg1998 ロー1ジョンストン s アーカイブハット abc コンピッシャネルインベスティゲーションオブバイナリーニアアースアステロイド 66063a ポテンシャリーアンディフェレンシティドアサンブラージアストロノミーアブストラクトサービス 66063jpl スモールボディーダタベセブラウザーありがとうございます